今回は、99% の人が引っかかるクイズを15問紹介するぜ。待ってました。このシリーズも、ついに第4弾になるわね。そうだな。前回までと同様に、少しでも気を抜いたら、全問不正解になってしまうかもしれない。そうならないためにも、最後まで集中して挑戦してみてくれ。よっしゃ、頑張るわよ。早速1問目の問題に行くぜ。シンキングタイムは10秒だ。わからない人は動画を一時停止して考えてみてくれ。アメリカのテキサス州は、みんな知っているな。もちろん、カウボーイとかステーキとかのイメージがあるわね。そうだな、映画の舞台にもよく出てくるぜ。世界中どこでも同じだが、テキサス州にもたくさんの坂道がある。坂道といえば、上り坂や下り坂とも言うが、テキサス州には、上り坂と下り坂、どちらが多いかを考えてみてくれ。どっちが多いかなんて、現地に行ったことないからわからないけど。よく考えてみてくれ。視聴者のみんなは、答えを聞く前に、自分の回答をコメントで教えてくれ。みんなが引っかかるか楽しみね。それじゃあシンキングタイムスタートだ。ストップだ。答えはわかったかな？上り坂と下り坂か。ん？ちょっと待って。どうした？坂道があるとして、下から見ると上り坂になるけど、上から見ると下り坂にならない？ということは、坂道がいくつあったとしても、上り坂と下り坂は同じ数になる。どちらが多いかって聞かれているけれど、この問題の正解は、同じになるんじゃない？正解だぜ。答えは同じだ。霊夢が解説してくれたが、坂道を上から見ると下り坂、下から見ると上り坂になるから同じ数になるぜ。危なかったわ。ちゃんとイメージして考えたから正解できたわね。クイズが好きな視聴者のみんなももちろんわかったよな。この先も引っかからないように注意してくれ。2問目の問題だ。霊夢はかぐや姫という童話を知っているか？もちろん知ってるわよ。おじいさんが竹を切ったら、中から小さな女の子が出てくるお話よね。そうだぜ。そこから女の子は3ヶ月で立派な女性に成長し、と物語の話はここまででいいだろう。みんなに考えてほしいのは、かぐや姫は竹から生まれてくる。それなら、桃の中身は何が入っているかを考えてもらうぜ。桃の中身？それってもしかして、シンキングタイムスタートだぜ。ストップだ。それでは霊夢、答えをどうぞ。これはもらったわね。正解は桃太郎よ。かぐや姫が出てきたなら、桃も童話が関係してくるはず。桃の中に、何かが入っている童話は桃太郎しかないわ。どんぶらこ、どんぶらこ、霊夢ちゃんに正解が入った桃が流れてきたーなんてね。残念、不正解だぜ。え、嘘？もちろん嘘じゃないぜ。お手本通りの引っかかり方をしていたぞ。かぐや姫というワードから、桃太郎じゃないかって思った人は他にもいるかもしれないが、今回の正解に童話は関係ないぜ。現実の桃の中には、何が入っているかを想像してみてくれ。現実の桃の中には、種が入っているわね。その通り、つまり正解は種だぜ。これはすごい悔しいわね。しかもお手本通りなんて言われたら、恥ずかしくなってくるじゃない。紹介している側としては爽快感があったぜ。そういえば、桃の種には毒があるって、霊夢は知っているか？そうなの？それは知らなかったわ。いつも食べるときは取り出しているしね。ということは、実は桃は危ない食べ物ってこと？少し怖い言い方をしたが、よく売れた桃は大丈夫だし、少量なら無害だぜ。種をちゃんと取り出せば何も問題ないし、逆に中国では唐人という生薬もあるくらいだ。そうなのね、一応少量は無害みたいだけど、みんなも桃の種はしっかり取り出してから食べましょうね。3問目の問題だ。脱ぐことができるものであれば、間違いなく着ることができる。この文は正しいだろうか？命題の問題みたいね。シンキングタイムスタートだぜ。ストップだ。この文は正しいか、それとも正しくないか、どっちだ？これは正しいであっているんじゃないかしら。脱げるなら着てたってことだもんね。なら、正解は正しいでいいか？ちょっと待って、もう少し考えてもいい？もちろんいいぜ。あ、もしかして、何か気づいたか？考えたことを教えてくれ。他の衣類を考えたとき、手袋を思いついたわ。手袋を取るときは外すって言うでしょ？脱ぐとは言わないわ。
それなら、着るを他の単語で表せないかって考えたの。靴と靴下って、脱ぐって言うけど、着るじゃなくて履くって言うわよね。つまり、脱ぐことができるものであれば、間違いなく着ることができるという文は、間違っているってことにならない？正解は正しくないだと思うわ。その通り、正解だぜ。答えは正しくないだ。霊夢も気づいたが、靴と靴下は着るではなくて、履くというからな。危なかったわね。もう少し時間をもらってよかったわ。靴や靴下以外にも、この文に当てはまらないものがあるぜ。もしわかったらコメントで教えてくれよな。4問目は、いわゆるミステリー問題だぜ。いいわね、そういう問題大好きよ。名探偵霊夢に任せて。とある男性の隣の家に住む、一人暮らしの老人が殺された。そして後日、刑事が男性に、連続殺人の起こった時間に物音を聞かなかったかと聞き込みに来たぜ。刑事もののドラマで最初に描かれるシーンね。この瞬間、なんと男性は刑事が犯人だと確信したんだ。一体なぜだろうか？刑事が訪問した瞬間にわかるなんて。じっくり考えてくれ、シンキングタイムスタートだ。ストップだ、回答をお願いするぜ。刑事と老人に面識はあったの？なんとも言えないな、仲が良かったとかは、この問題には関係ないぜ。となると、刑事の犯行を実は男性が見ていたとか？見ていないぜ、次間違えると不正解にするぞ。一つヒントを言うならば、問題文をよく見てみることだ。問題文を？ん？もしかして、そういうことなのかしら？気づいたことを教えてくれ。刑事は男性に、連続殺人の起こった時間に、物音を聞かなかったかと聞いているけど、そもそもこの問題で亡くなっているのは、男性の隣に住んでいた老人ただ一人。だから、刑事は連続殺人って言っているけど、これっておかしいわよね？この場合普通なら、殺人の起こった時間にっていうはずよ。すでに何者かに何人か犠牲になっているって、ニュースで放送されていたら疑わないだろうけどね。でも、男性は刑事が犯人って確信していたから、連続殺人じゃないのに、刑事が連続殺人って言ったから、男性は気づいたんじゃないかしら。大体当たっているから正解ということにするが、少し足らないな。少し足らない？そうだ、刑事が連続殺人と言ったのにも、理由があるんだ。刑事は、これから連続殺人を犯す予定で、一人目が老人だったんだぜ。うわ、今鳥肌が立ったわ。ということは、刑事は少年の前で墓穴を掘ったのね。そういうことだ。正解は、一件の殺人が起こっただけなのに、連続殺人と言ったから、刑事がこの後も殺人を犯すつもりだと分かったため、少年は刑事が犯人だと確信したというわけだ。少年もよく気づけたわね。実際私が隣で殺人事件が起こったなんて聞いたら、震えが止まらないと思うわ。5問目の問題だ。フランスとスペインの国境の真上に、旅客機が墜落した。さてこの場合、法律上は、生存者を埋めるべきなのはフランス側とスペイン側、どちらが正しいだろうか？シンキングタイムスタートだ。ストップだぜ、回答を頼む。一見かなり難しそうな問題に見えるけど、よく考えれば簡単ね。答えは、乗客のそれぞれの国でしょ。フランスとスペインの国境の真上で墜落したからって、旅客機の中にはたくさんの国の人がいたはずだわ。それぞれの国の土地で眠らせてあげたいじゃない。霊夢の意見には同意したいところだが、残念ながら不正解だぜ。なんですって？それなら正解は何なの？もう一度、問題を思い出してくれ。確か問題はこうよね。あ、生存者を埋めるべきって書いてあるじゃない。そうだぜ、これでもう答えはわかるな。生存者はまだ生きている人のこと、絶対に埋めてはいけないわね。その通り、正解は生存者は埋めてはいけないだぜ。埋めることを前提で考えてしまったわね。霊夢もいい回答をしていたんだが、注目するべきところが違ったな。6問目の問題だぜ。みかんが9個ある。この9個のみかんを、10人で等しく分けるにはどうしたらいいだろうか？シンキングタイムスタートだ。ストップだ、霊夢は等しく分けられたかな？一個足りないということは、普通に一個ずつ分けるというわけではないわね。みかんの皮を剥いたら、何個入ってるんだっけ？
だいたい10個前後だが、今回は個数はランダムとするぜ。それだと中身を等しく分けるってこともできないか。だとすると。あ、これなら10人に分けられるわ。お？どんな感じに分けるんだ？9個のみかんをミキサーにかけて、ジュースにするのよ。ジュースにすれば、たとえ10人でも、等しく分けることができるわね。よくわかったな。答えはミキサーにかけてジュースにするだぜ。実はさっき、マリサが来る前にリンゴジュースを飲んでいたのよね。なるほど、それで思いつくことができたのか。今回の問題は、固体から液体へ変化させるという、柔軟な思考も必要な問題だったぜ。7問目の問題だ。A、B、C、D の4人でかくれんぼをした。この4人は、見つかった順番を次のように説明したぜ。A さんは、B より D が先に見つかったと言い、B さんは、見つかったのは最後じゃないと言った。C さんは、奇数番目に見つかったと言い、D さんは、見つかったのは2番目じゃないと言った。彼らの証言から、見つかった順番を特定してくれ。シンキングタイムスタートだぜ。ストップだ。見つかった順番はわかったかな？もちろんわかったわよ。見つかった順番は、D、B、C、A の順ね。C さんの、奇数番目に見つかっているという証言から、C さんが1番目か3番目に来るのは確定。次に、A さんの証言から、D さんの後に B さんが見つかっている。C さんがもし1番目に見つかった場合、C、D、B、A の順に見つかったことになる。B さんの証言から、そうなるな。でも、これだと D さんの証言と矛盾してしまうから、正解の順番は、C さんが3番目になる、D、B、C、A に絞り込めるのよ。その通り、正解だ。と言いたいところだが残念不正解だぜ。え？これが正解じゃないの？惜しかったな霊夢。霊夢は重要なことを忘れているぞ。重要なこと？かくれんぼは、A、B、C、D の4人でやったんだぜ。かくれんぼをしている時をイメージしてくれ。見つかるのは本当に4人か？あ、隠れている人を見つける、鬼がいないじゃない。その通り、鬼がこの4人の中に紛れている。誰だかわかるか？あ、わかったわよ。鬼だったのは A さんね。A さん以外の3人は、自分が見つかった順番を証言しているけど、A さんだけ、自分が見つかった順番ではなく、他の人の順番に関することを話しているわ。ということは、さっき考えた、見つかった順番の A さんを消すと、見つかった順番は、D、B、C の順になるわね。その通り、正解は D、B、C の順だぜ。鬼の存在を完全に忘れていたわ。これはかなり面白い問題ね。だろ？私も以前解いていた時に、すごい面白いと思ってな。今回紹介できてよかったぜ。そうだったのね。みんなもぜひ、この問題を友人に紹介してみてね。後半戦に入るぞ。8問目の問題だ。A さんは電車に乗ろうとしたが、財布を忘れてしまったぜ。だがしかし、A さんは電車に乗ることができたんだ。一体なぜ、A さんは財布を忘れたのに、電車に乗ることができたのかを考えてくれ。シンキングタイムスタートだ。ストップだ。霊夢にわかったかな？考えたけどさっぱりわからなかったわね。まさか、不正乗車なんて言わないわよね。さすがに犯罪は犯していないぜ。悔しいけど、解説してもらえるかしら？わかったぜ。回答と解説に移るぞ。財布を忘れた A さんが電車に乗れた理由は、ちゃんとお金を支払ったからだ。どういうこと？ A さんは財布を持っていないのよ。財布を忘れていたとしても、お金を持つことはできるだろ？小銭やお札を、カバンの中にそのまま入れていたかもしれないし、今の時代は、スイカやイコカみたいな磁気カードもあるしな。別に財布がなくても、運賃さえ支払えば問題ないぜ。ということで正解は、財布を忘れても、乗るためのお金は持っていたから、だぜ。なるほどね、これはいっぱい食わされたわ。私は、お金はいつもお財布の中に入れているし、磁気カードなんて持っていなかったからね。霊夢はめったに外に出ないもんな。そうそう、買い物もネットで。で、それじゃあ私が引きこもりみたいじゃない。別に引きこもりが悪いとは言っていないぜ。9問目の問題だ。これを見てくれ。たい焼きね、すごく美味しそうじゃない。だろ？さっき買ってきたんだ。正解できたら、霊夢にプレゼントするぜ。絶対正解するわよ。みんなに考えてもらうのは、たい焼きの向きを変えたら、何になるだろうか？ということだぜ。たい焼きの向きを変えたら？シンキングタイムスタートだぜ。
トップだ。霊夢はたい焼きを手にすることができるかな？たい焼きの向きを変えたら、たい焼きじゃない？残念、たい焼きではないぜ。回答権は残り1回だ。特別に2つヒントを言うならば、この問題はかなり癖のある問題だということ。そして、たい焼きの向きを変えるんだぜ。たい焼き、たい焼き。食への執念がもはや怖いぜ。わかったー。おお、本当にわかったのか？わかってるかどうか、解説付きで回答してくれ。任せなさい。解説の前に一つ言いたいんだけど、マリサが最初にたい焼きを見せたのは罠でしょ。ふふ、何のことかな。この問題は、実物のたい焼きをイメージしてはいけなかったのよ。ポイントは、マリサが言った二つ目のヒント、たい焼きの向きを変える。これは、たい焼きという文字の向きを変えるのよ。たい焼きのいの文字に注目してみて、いという字の向きを変えてみると、ほら、こって文字になるでしょ？つまり、たこ焼きになるわ。正解はたこ焼きね。その通り、正解はたこ焼きだぜ。解説も、霊夢がしてくれたので十分だ。よっしゃ、正解できたということは？もちろんこのたい焼きをプレゼントするぜ。ここまで消費した糖分を回復してくれ。脳の思考力が、戻ってきた？さすがにそんなすぐには戻らないだろ。10問目の問題だ。ある会社の社長が駅へ向かおうとしていた。そこへ、夜勤明けの警備員が駆け寄ってきて、社長にこう話しかけてきたんだ。昨晩、社長の乗る電車が脱線事故を起こし、社長が亡くなる夢を見ました。だから絶対に乗らないでください。ってな。社長はその真剣な表情にただごとではないと感じ、電車に乗るのをやめて、タクシーに乗ったぜ。すると、警備員の予言通り、社長の乗る予定だった電車が脱線事故を起こし、大勢の人が亡くなったというニュースが放送された。危なかったわね。これは警備員の人に感謝しないと。翌日、社長は謝礼金を渡すと同時に、その警備員をクビにしてしまったぜ。なんで？なぜ社長は、命の恩人である警備員をクビにしてしまったのかを考えてくれ。シンキングタイムスタートだぜ。ストップだ、霊夢にわかったかな？もしかして、脱線の原因を作ったのはその警備員だったり？どういうことだ？警備員の男は工作員で、その電車を脱線させる任務を与えられていたのよ。社長はそのことに気づいてしまい、自分を助けてくれたのは嬉しいけど、これ以上関わりたくないと思って。それはドラマと漫画の見すぎだ。不正解だぜ。さすがに違うか。降参するわ。どうして警備員はクビにされちゃったの？回答と解説に移るぞ。社長が命の恩人である警備員をクビにしてしまった理由。私が言った問題文の中に、ヒントは隠されていたぜ。マリサは確かこう言っていたわね。あ、そういうことだったのね。わかったようだな。注目するべきはここだ。夜勤を終えた警備員が、夢を見たっておかしいわね。そうだぜ、夜勤中に寝ていたことになるからな。夜勤の前に寝ていたかもしれないが、その場合は、夜勤の前に社長に伝えようとするだろうしな。かなり真剣な表情だったみたいだしね。ということで正解は、夢を見たということは、夜勤中に寝ていたからだぜ。なんだか、警備員の人が少しかわいそうね。社長の命を助けたのに。確かに、警備員が夢を見なければ、社長が亡くなった可能性は高いが、仕事中に寝るのは絶対にダメだぜ。11問目の問題だ。ある伝説の泉では、永遠に水が湧き続け、その量は1ヶ月で100リットルになる。その泉に目をつけた3匹のクマがいたぜ。毎月、1匹目のクマは泉の水の半分を飲み干し、2匹目はその半分、3匹目はさらにその半分の量を飲む。泉の水が最初から100リットル入っていた場合、何ヶ月で泉の水はなくなるだろうか？シンキングタイムスタートだ。ストップだ、回答を頼むぜ。3頭のクマが1ヶ月に飲む水の量は、問題文から、50+25+12.5 で、合計 87.5 リットルね。だから正解は2ヶ月、って答えると不正解になっちゃうわ。そうだな、それだと不正解だ。答えはズバリ、水はなくならないね。伝説の泉は、永遠に水が湧き続けて、1ヶ月で100リットル増えるみたいだし、3頭のクマたちは、毎月合計100リットル以上の水を飲まないしね。
逆に泉から水が溢れちゃうかも。正解だぜ。泉の水100リットルを 100% と考えたとき、クマたちは 87.5% しか飲まない。毎月 100% の水が補充されるなら、水がなくなることはないぜ。湧き出てくる水が 50% とかになると、複雑な問題になりそうね。12問目の問題だ。とある夫婦は結婚してから、必ず毎日1回は喧嘩をしてしまう。ところが先月は、一月で26回しか喧嘩をしなかったぜ。一体なぜだろうか？シンキングタイムスタートだ。ストップだ、霊夢にわかったか？26日しかない月はないから、月をまたいでって考えた方がいいのかしら。違うぜ、ちゃんと一月の間だぞ。ヒントは、先月は何か大事な出来事があったぜ。大事な出来事？あ、もしかして結婚式？夫婦は結婚してから1回は毎日喧嘩している。だから、もし先月の5日に結婚して、31日まで毎日1回喧嘩していたのなら、一月で26回喧嘩したことになるんじゃない？よく気がついたな。正解は、先月結婚したばかりだったからだぜ。霊夢が解説してくれたが、ポイントは結婚してからというワードに気づけるかどうかだったぜ。毎日喧嘩するほど仲がいいとも言うから、将来的にはこの夫婦は仲良くやっていけそうね。逆に普段一切喧嘩しないと、いざ喧嘩した時が怖いぜ。13問目の問題だ。男性 A が家を出て、南に 20km 歩き、そこから西に 20km 歩き、さらに北に 20km 歩いたら、元の家に戻ってしまったという、一体なぜだろうか？シンキングタイムスタートだぜ。ストップだぜ。答えはわかったかな？男性 A はこんな感じに進んだってことよね。家が建っている場所が特殊だったり？そんなことはないぜ。普通の土地に建っている家だ。悔しいけど降参するわ。解説をお願い。それじゃあ解説していく。男性は、南、西、北に 20km ずつ移動して、元の家に戻っている。つまり、西に 20km 移動しているだけとも考えられる。そして家が建っている場所も特殊じゃないならば、考えられることは一つ。男性 A の家がもし、幅が 20km もある大邸宅だったとしたら？幅が 20km？ そんな家見たことないわ。掃除も大変そう。というわけで正解は、男性 A の家は幅が 20km もある大邸宅だったからだぜ。南や北に向かったのも、庭を散歩しているだけだったのかもね。残り2問、14問目だ。画面を見てくれ。左側の4つの単語と矢印先のひらがなは、ある法則性で成り立っている。法則性を見抜き、ハテナに入るひらがなを考えてくれ。風呂の矢印先がないみたいだけど、そこは意図して空白になっているぜ。空白が逆にヒントかもな。準備はいいか？シンキングタイムスタートだ。ストップだぜ。正解はわかったか？左側の単語にあるものの頭文字が、右側のひらがなかなって思ったけど。ほら、水泳をするには水がないといけないし、中学校には生徒がいないとね。でもそれだと、風呂にはお湯があるか。その考え方だと、水泳はプールの方が正しいし、料理もひらがなが絞り込めないから違うな。確かに、思い浮かばないわね。残念だけど降参するわ。回答と解説に移るぞ。右側のひらがなは、左の単語に関する状況できるものの頭文字を示しているんだ。水泳をするときには水着を着て泳ぎ、中学校には制服を着て登校するだろ？あ、風呂には何も着ないで入るから、空白になっていたのね。そういうことだ。これでもう正解はわかるな。料理をするときは、エプロンをつけるわね。その通り、だから正解は、エプロンの頭文字の絵になるぜ。なるほどね、すっきりしたわ。視聴者のみんなは、空白に惑わされずに正解できたかな？多くの人が、水泳の矢印先は水って考えて、悩んだんじゃないかしら。最終問題、15問目だ。最終問題は正解して終わりたいわね。ある国では、シートベルト着用義務化をした結果、怪我人が増えたという。事故はそれほど増えてないというのに、一体なぜだろうか？シートベルトをつけたら、逆に怪我人は減りそうだけど、シンキングタイムスタートだ。
ストップだ。最終問題、霊夢は正解できるかな？逆に怪我人が増えたんだから。あ、もしかして、何か気づいたようだな。一つ質問してもいい？なんだ？シートベルト着用を義務化したってことは、その国では、それ以前、シートベルトをつけなくてもよかったのよね？そうだぜ。ということは、シートベルトをつけずに車を運転して、もし事故に遭った場合、死亡事故につながる可能性が高いわね。そこまでたどり着いたなら、もう正解がわかっただろ？うん。シートベルト着用を義務化したことによって、事故で亡くなる人は減ったけど、事故自体はなくなることはないから、事故で怪我をする人は以前より多くなったってことね。その通り、大正解だぜ。正解は、死亡事故が減って、怪我で済む人が多くなったからだぜ。着用義務化も大切だけど、まずは事故にならないように運転しなきゃいけないでしょ。そうだな、みんなも車を運転するときは、安全運転を心がけてくれ。これで全15問が終了したぜ。今回も楽しかったわ。私は8問正解できたみたい。でも全問正解までは、まだまだ遠いわね。間違えているってことは、伸びしろがあるってことだぜ。視聴者のみんなは、今回の問題楽しんでくれたかな？このチャンネルでは、IQ を高めることをコンセプトに、いろいろな問題を紹介しているぜ。クイズが好きな人は、よかったら別の動画にもチャレンジしてみてね。みんなで IQ200 を目指しましょ。それじゃあまた次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。